関西学院大学関西学院大学総合政策学部スパニッシュミッションスタイルで統一された学者が並ぶ。山の上に立っているため景観は素晴らしい。関西学院大学総合政策学部は関西学院大学神戸三田キャンパスに設置されている総合政策学部である。阪神淡路大震災の起きた1995年。 三田市に新たに開設された関西学院大学神戸、三田キャンパスにおいて34年ぶりの新学部として関西学院大学総合政策学部が開設された。自然と人間の共生、人間と人間の共生を理念に掲げ、問題解決及び政策立案能力の要請を行っている。社会の諸問題を研究対象とし、問題の発見とメカニズムを検討。 考察しそれらを解決するための政策立案を行う。例えば、自然環境や人間社会の問題を幅広く捉えることによって、エコシステムを無視した発展から持続可能な発展へと、社会を転換させうる方策を探求する、環境政策、人々が心豊かに暮らすことができる、都市空間の創造を目指すとともに、先進国、発展途上国を問わず、 世界的課題として注目されている都市化に付随した多様な社会的問題の解決を探る都市政策、異文化理解を基礎として環境、経済の統合を目指し持続可能な国際発展及び人権保障のための協力体制や方策を探る国際政策が扱われる。関西学院大学総合政策学部は2021年4月より大幅なリニューアルが 以下の5点に沿う形で行われる。多面的、学問横断的に学ぶ、国際的に学ぶデータを用いながら学ぶ、学内、学外で学ぶ社会に発信、説明できるように学ぶ、総合政策学部の歩み、関西学院大学総合政策学部、総合政策研究科、関西学院大学、2020年4月10日閲覧。理念、目的、教育目標関西。 学院大学総合政策学部総合政策学部神戸三田キャンパス関西学院大学2020年7月4日閲覧総合政策学部の歩み関西学院大学総合政策学部総合政策研究科関西学院大学2020年4月20日閲覧総合政策学部神戸三田キャンパス関西学院大学 2020年7月4日閲覧総合政策学科関西学院大学総合政策学部総合政策研究科関西学院大学2020年4月10日閲覧メディア情報学科関西学院大学総合政策学部総合政策研究科関西学院大学2020年4月10日閲覧都市政策学科 関西学院大学総合政策学部総合政策研究科関西学院大学2020年4月10日閲覧国際政策学科関西学院大学総合政策学部総合政策研究科関西学院大学2020年4月10日閲覧ありがとうございます